皆さんおはようございます。ペリオディスタ小沢です。今回は9月3日土曜日、現地21時キックオフのラリーがサンタンデル第4節、セビージャとバルセロナのパルティダストについてお話ししたいと思います。結果は0対3。終わってみれば0対3でもっと点が入ったかもしれないという形でしたけれども、ハフィーナ・レバントフスキー、エリク・ガルシアによる得点で、まあ、特にレバントフスキーはこれで3試合連続 えー、そして自身も5ゴール目ということで、えー、一足早くセルタの、えー、ヤゴアスパスが今節、えー、5ゴールに乗せていましたので、アスパスと並んで、えー、早くもラリーガのピチチ争いの、えー、首位に立っておりますけれども、まずは両チームのスタメンから確認をしていきましょう。はいえー、両チームともに移籍最終、日最終段階で、えー、選手を取りましたので、まあ、その新加入選手、いきなり使うのか、あるいは。 えまあ大事を取って登録外にするのかというところでえ話題にもなりましたけれども、セビージャの方はヤヌザイとえドルベルを最終局面で取って、ドルベルはこの試合、いきなりデビューをしましたが、ヤヌザイはさすがにラレアル退団して以降、3ヶ月間無所属でしたので、この試合はメンバー外となりました。まあ、一方のバルセロナもえ最終日にベジェリンとマルコサロンソ、両ラテラルサイドバックを取りましたけれども、2人ともこの試合はメンバー外となりました。 えー、セビジャ、えー、この試合はイスコを、ね、ファルソヌエベトよりもトップした中盤の菱形の442だとは思うんですけれども、えー、イスコ中心のメンバーを組んできました、まあ。結構サプライズがありましたし、戦術的に面白かったので、えー、後ほど紹介しますが、442、えー、ゴールキーパーはボノ、ディフェンスライン、今日はナバスではなく、右はモンティエルできました。そしてセンターバックはこの試合、レキクとマルコンが、えー、怪我で出場できないということで、まあ、誰をセンターバックで使うのかと。 えー、順当にいけばグデルイなんでしょうけれども、ホセアンヘル、カルモナもいますので、まあ、個人的にはカルモナニアンズかなと思ってましたが、なんと驚きのフェルナンドのセンターバック起用でした。 新、えー、海のニアンズが左のセンターバックに入って、左にアクーニャ、えー、そしてピボーテニグデリが入って、ジョアン・ジョルダンとラキティッチのインテリオール、トップ下にイスコが入って、ラメラとエンネシリの2トップ、ただ2トップなんですが、少し幅をとってウイング気味の2トップでした。一方のバルセロナは前節バジャドリード戦で快勝しましたので、まあそのいい流れを組んで、 そのままのスタメン、えー、配置できました、ゴルキーパー、テアシテゲン、ディフェンスライン右から組んで、えー、アラウフォー、エリク・ガルシア、バルデ、えー、ジョルディ・アルバが再び、ねえー、スタメン落ちですが、まあ、やはりバルデ、えー、調子コンディションいいなというふうに見えますし、マルコス・アロンソが入ってくると、えー、左のサイブドバック、ねえー、ハイレベルな3人がいますので、どうチャビ監督が使っていくでしょうか。 中盤はブスケツ・ピボーテ、えー、インテリオルにガビット・ペドリが入り、右にハフィーニャ、真ん中レバンドスキー、左にデンベレのトリデンテとなっております。はい、えー、キックオフから20分間はセビジャの完全なペースで2度決定機がありました。2度ともイスコのスルーパスからでしたけれども、1度目はラキティッチ、その次はエンネシリが完全に抜け出してというような、えー、シーンでしたが、 そのセビジャの20分間の優位性を作り出していたのはセビジャのハイプレスかなと思います。えー、ちょっと変則的なハイプレスで、えー、対バルサとしては面白いなと思って見てましたので紹介したいと思いますけれども44 2中盤7型の、えー、システムだったんですけれども、まあ、特にツートップを、えー、少し外側に置いて、えー、外切りさせながらともにエンネシリ・ラメラがセンターバックに向かっていきますので、まあ、サイドバックのところは浮くんですけれどもなかなかね、えーここに入らない ないということで、まあ、当然そうなると内側、中央を経由することになるんですけれども、中央も、えー、マンツーマンで捕まえると、えー、ブスケツオ・イスコが捕まえ、そしてガビ、ペドリに関してはラキティッチ、ジョルダンがつくんですが、そのつき方が非常に面白かったなというところでいうと、まあ、彼らは後ろから捕まえるんじゃなくて、もう前に立ちましたと、えー、いうことで、もうここで面を作って、まあ、内側のパスコースがほぼない状況にして、 えー、バルセロナにハイプレスを仕掛ける、挑んでいきましたので、まあ、そうなるとなかなか、えー、バルセロナのボールの出口がなく、まあ、結構手足低減が詰まりながらロングボールを蹴って、まあ、レバンドフスキーがいるんで収められそうにもあ見えるんですけれども、まあ、なかなかロングボールですから処理できないというところと、まあ、そこでセカンド作って、えー、ペドリやガビが拾ってみたいなところの攻撃まではつな、えー、がらなかったので、まあ、結構セビージャが、えー、いい入り、そしてハイプレスから実際に えー、狙いどころを持って回収していたなと、まあ、そこでどうセビジャのプレスを回避していくかという意味では、まあ、ちょうどね、えー、セビジャの決定期につながったんですけれども、まあ、ブスケス経由でここでワンタッチでクンデに剥がして、まあ、そこからクンデが持ち上がるみたいなところで、えー、18分17分台ですけれども、えー、チャンスを作りそうだったんですが、そこでラキティッチが、ね、スライディングでここで引っ掛けて、イスコに出して、 えー、ネシリが裏抜けをしてここで1対1を作るという18分のセビジャの決定機の方につながりましたので、まあ、やっぱりこういう、まあ、両チームともにここまでのラリーガで、えー、ボールポゼッション支配率でいうと1位2位のチームですからボール保持ができるとでサリーダでバロンもしっかりと作れるのでだからこそハイプレスそれから、えー、ボールが切れ勝った瞬間のトランジション特に守備から攻撃の、えー、カウンターのところの精度が えー、試合を、えー、大きく分ける、制することになるという意味では、やはりバルセロナに部があったなというような試合だったと思います。まあ、そのバルセロナが、えー、トランジションを制すると、まあ、特にポジティブトランジション、守備から攻撃のトランジションで、まあ、前半20分以降、セビタにね、えー、圧倒されてましたけれども、いきなり20分以降で言うと、21分に、ハフィーナの得点が生まれるわけですけれども、 えー、デンベレが見事なドリブルでの持ち上がりから、レバンドスキー、レバンドスキーのループを、えー、フェルナンドがクリアしましたけれども、ハピーニャが頭で押し込むという形でしたけれども、まあ、きっかけは、えー、ガビがボールを引っ掛けたところからブスケツが、 出口を作って、デンベレが一気にカウンターを仕掛けると。まあ、そして36分には、まあそこはボール循環のところでのスライドがちょっと背び邪魔かったと。まあ、特にモンティエルがセンターバックが移動したところに中に締めれなかったということで、組んでレバンドスキーのホットラインで見事なボレーを決められましたけれども、まあ、前半終了間際、アディショナルタイムの45分プラス2の時間帯のコーナーキックの守備のところからのカウンターでデンベレがまた一気に持っていって、レバンドスキーが猛�� 別に 50m ぐらいダッシュをして、えー、デンベレを追い越したんですがデンベレが1人でシュートをして外してしまったというシーンがありましたけれどもまあ、ああいうシーンが典型例でやはりバルセロナ、まあ、ロングカウンターを成立させることのできる、えー、今シーズンはデンベレ、ハフィーニャレバンドスキーの強烈な、えー、トリデンテがいますので、まあ、こうなるとなかなか相手も、えー、塞ぎようがないなと、まあ、ハイプレスに出ていってもひっくり返されますし まあ逆に引いて守ろうと思っても、えー、高さ、パワーありますので、えー、ウィングの仕掛け突破からレバンドスキーというね、えー、ゴールパターンがもう出来上がってますので、まあどちらにしてもどんな形でもバルセロナ点を取れてしまうなというような意味で、もうね、開幕のラージョ戦は、えー、スコアレスドローでしたけれども、まあそれ以降は4点、4点、3点、3試合で11ゴールですから、まあ圧倒的な破壊力と、 え、強さを示しているんじゃないかなと思いますけれども、まあ、ただ忘れてはいけないのが、この勝利、それから、え、この試合の流れを作ったのは間違いなく手足低減のビッグセーブだと思いますし、まあ、立ち上がり、2度の決定機を手足低減がストップしていなければ本当にわからない展開だったと思いますので、 今シーズンは改めて手足低減の、ま、安定感以上に1対1での落ち着いた、セービングシュートストップが目立ってますし、ま、本当にパラドーン決定的なシュートストップでチームを救うどころかチームに流れを持っていってるなというところで言うと、毎試合手足低減が影の MVP かなと思いますし、ま、この試合は何と言っても実際に MVP を取ったマンオブザマッチを取ったガビが素晴らしいパフォーマンスだったなと。ま、先制点のところでボール引っ掛けたところの守備はもちろんですけれども、かなりの上下動で かなりの走行、えー、距離を叩きながら、えー、ことごとくボールの局面、えー、トランジションの局面で顔を出して存在感を示していましたし リトリートのところはブスケッツよりも深く引いて守ってクロス対応で体張って守備みたいなところもしてましたのでまあ今日この試合に限ってはペドリよりもガビの方が本当にパフォーマンスレベルは高かったなと思いますのでまあ63分にチャビ監督交代カードフレンキーを入れてきましたけれども今回はペドリを休ませてガビを90分間使ったというような采配は頷ける納得できる えー、ガビの圧巻のパフォーマンスだったんではないでしょうか。いよいよ来週からはチャンピオンズリーグも開幕しますので、バルセロナも、えー、この戦争の厚みを生かしながらターンオーバーをね、えー、随所で使っていくとは思いますけれども、いい流れでチーム状態仕上がってきていると思いますし、えー、特に前線のね、3、えー、トップトリデンテのところを変えてしまうと、えーまあ、実際にね、えー、今日この試合でもフェラントーレスが入った、アンスファティが入ったと。 いうところで言うと、やはりウィンガーのところは、ちょっとフェラントーレスが入ると、えー、見劣りしてしまうかなと、えー、パワースピード、それからフィニッシュアタッキングサードでのプレーの精度が落ちるなというところはね、否めませんので、基本的にはファーストセット、前線に関しては変えずに、しばらく行くんじゃないかなと予想しております。ということで、えー、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。朝のアラプロクシマ。